どうも、不動産屋の店長です、えー。今日はですね、えー、とある分譲マンション、ワンルームの物件ですね、えー、管理しているお部屋が無事に入居が決まったので、引き渡し前の最終確認ということで、お部屋を確認しているというところになります。はい。あの、ワンルーム投資ですね、えっ、ー、と、あまりおすすめはしてないというのは、私自身他の動画でも伝えているんですが、 えー、管理の方はですね、非常に多くやらせていただいているのが、実は実情ではあります。もしあの、ワンルームお持ちの状態で何か管理等でお困りになっている方がいらっしゃいましたら、気軽にご相談もいただけたら、コメントいただけたらと思っております。本日のテーマ、話をさせていただきたいと思います。えー、会社員が、好条件で、好条件で、アパートローン、組むためには、どうしたらいいか。 ということで、お話をしてみたいと思います。えー、不動産投資をされる方については、おそらく当たり前ですが、ローンを組んで買われるっていうのが前提になります。その際に、いかに好条件でローンが組めるか、いわゆる金利の部分ですよね。金利の部分等を踏まえた上で、いかに好条件で買え入れるかっていうところについて、もう真実、 たった一つの真実をお伝えしたいと思っています。で、えー、これはですね、あの、弊社不動産管理を多くやらせていただいてますので、結論、いろいろな方を見てきた上で、しっかりとしたデータ、数字があるので、その点を踏まえての真実になります。えー、何かというと、大きく二つです。えー、一つは、大企業に勤めているか、大企業に勤めているか、えー、もう一つは、 公務員か。公務員か。あの、結論から言うと、この二つのみだと思っております。あくまで、好条件というのが今回の焦点になっています。はい、えー、っとですね。ま、ああの、やはり、アパートローンを高条件で組むためには、それなりの収入面における企業属性というものが、非常に銀行員の方は見ております。はい。 なので、その際に、えっ、ー、と、これは申し訳ない話、いかに預貯金が非常に多いだろうが、え、大、え、ベンチャーの社長とかでバリバリ年収稼いでいるというのであろうが、結論から言うと、銀行員の評価としては高くないのが実情です。誰が高いのか、収入面が安定している公務員。 そして、大企業に勤めている課長部長クラスの安定的に年収が高い属性の方、この方々というのは平気で1億とかの高条件のローンを組むことが、あの、可能だというふうに見解しております。これは私自身の経験値も踏まえてのお話になります。なので、これは真実になるんですが、 えー、もし不動産投資を始めたいあ、ある程度の資金はある。ただしというので、今お勤め先の状況を踏まえると、アパートローを好条件で組むということは、もしかしたら叶わないかもしれないです。はい。 もちろん銀行様によってですね、今こういう時代なので、頑張ってくれる銀行員様も非常にあるのですが、まあそれでもですね、大手銀行、低金利等というのを踏まえた時に見ると、しつこいですよ。大企業、公務員、この二択だと思ってください。つまりですよ。つまりです。えー、もし不動産投資というものをやってみたいというのを、早くから志している方、 早くから志してるっていう方については、すでに就職活動の時からスタートダッシュが決まるんですよ。スタートダッシュの時。はい。なので、その時点で不動産投資も踏まえた上で大きく資産形成を増やしていきたい。というのであれば、申し上げにくいことに安定的な大企業に勤めて、 かつ一定期間の勤続年数も踏まえて、かつ年収もしっかり確保できた上で始める。これが一番、金利条件踏まえた上で、優位な不動産投資ができる条件になっております。これが正直真実だと私は思っています。はい。 えー、なのでですね、えーと、不動産投資を始めたいという方がおそらく普通ですと、えーまあ、20代、30代、40代という方々が多いと思うんですが、えー、ある一定の期間まで、やはりしっかりとした企業を務めた上で、えー、年収アップをさらに狙う。まさに、えー、50代、60代からの資産形成を踏まえるというのであれば、えー、やはり、 大企業、公務員に属し続けるっていうのは、これは大きなポイントだと思っています。はい。じゃあ逆算ですよね。えー、そういう好条件でアパートローンを組むっていうのを踏まえたときに、今私が話をした、えー、大企業、公務員、うん、この二つになるためにはどうしたらいいかってなってくると、おそらく今の20代の方、うん、大学生の方、場合によっては、えー、そうですね。 えー、大学の規模感にもよりますよね。はい。偏差値ですよね。どの程度の大学に、この国の場合だと進学しなければいけないのかっていう視点がさらに出てきますよね。はい、えっ、ー、と、この国についてやはり投資ですよね。これ不動産のみならず、投資というところについての勉強度、認知度というのが若年層に対してはまだまだ低いというふうに思っています。 まだまだ低いです。はい。なので、これはですね、若いうちから、まさに、投資に向けて、勉強をする、うん。じゃあ、これが、さらに、不動産。うん、別に、まあ、何でもいいですね。金でもいいですし、何でもいいんですが、早いに越したことはないんですよ、勉強を。うん、勉強、早いに越したことがなく、その点踏まえた上で、どういうライフプランを築いていくか、という点について、考えるのは、とても大事だというふうに思っております。 えでは、今日のまとめもう一度言いますね。好、えー、条件でのアパートローンを組むためには、大企業、公務員、本当にこの2択だと思ってくださいません。はい。今日は真実の動画になります。いつもご視聴いただき、ありがとうございました。